企業向け新型コロナウイルス感染症対策、在宅勤務者のメンタルヘルス対策、一般財団法人京都工場保健会の桜木です。本プロジェクトの目的です。新型コロナウイルスの感染拡大が世界で続いております。日本においても企業を含め様々な分野の人々が協力して感染拡大防止に取り組むことが極めて重要です。私たち産業医有志は中小企業に正確かつ十分な情報をお届けしようと情報配信プロジェクトを立ち上げました。私どもで情報を作成し、各種団体、社労士の先生、税理士の先生などの事業の先生方を介して情報拡散をしていきます。このプロジェクトを通じて様々な企業における感染拡大の防止が促進され、従業員の安全確保だけでなく日本全体の感染拡大防止につながっていくことを願っています。プロジェクトのメンバーはご覧の通りです。アドバイザーとして厚生労働省クラスター対策班の和田先生にもご協力いただいております。課題の背景です。緊急事態宣言の発出に伴い人との接触を8割減らすという目標が掲げられ、在宅でのテレワークが増加しています。テレワークに伴うメンタルヘルス上の課題として、孤立感、サポートの減少、気持ちの切り替えにくさが知られています。また現在の新型コロナウイルス感染症拡大の状況下では、休校に伴い子どもたちが家にいること、他の家族もテレワークをしているなど、通常の在宅でのテレワークとは環境が異なることも考えられます。企業でできる対策としては、孤立感やサポート不足を補うため意識的にコミュニケーションを取ること、テレワークで生じやすい課題について情報を伝えることがあります。コミュニケーションを図ることとしては、テレワークにおける業務の開始・終了の報告を求めている企業は多いと思いますが、それ以外に困っていることがないか、進捗について短時間でも良いので音声・ビデオ通話で話をすることが望ましいです。声を聞くことや顔を見ることによる安心感が得られます。在宅テレワークはプライベートな空間に仕事を持ち込むことです。子どもと一緒に1日の時間割を決めて、仕事と休憩をしっかり区切りながら業務を行うこと。在宅であっても着替えや化粧など外出の準備をして仕事モードにすること。作業終了時には道具を片付け、気持ちも仕事から離れるようにすること。作業終了後は気になることがあっても、どうしても今しなければいけないこと以外は翌日に回して仕事に戻らないようにすることを上司が指示を出すようにしましょう。在宅テレワークで孤立感を感じたり、自分はサポートされていないように感じたり、家庭に仕事が侵入しているような苛立ちを感じたり、出勤している同僚に対する罪悪感、後ろめたさを感じることが知られています。新型コロナウイルスの影響で自分や家族が感染するのではないかという不安や、人との接触を避けることによる孤立感もあるでしょう。これらの感情は人として普通に起こりうることであることをみんなで共有しましょう。そしてこれらの不安感について、上司や同僚と気持ちを共有できる機会を設けましょう。不安を感じても、あえて時間を取ってほしいとは言いづらい人もいます。定期的にオンラインミーティングを設定することで、そのような気持ちを伝えやすくなります。挨拶程度の短時間でも毎日話せるようにすると理想的です。ただし、その場合はゆっくり話を聞く態度を心がけましょう。メンタルヘルス相談の窓口を設置して従業員に周知しましょう。産業医を専任している事業場では産業医、また産業看護職がいる事業場では産業看護職に相談できるようにしましょう。その際の相談手順を事前に確認しておきましょう。産業保険総合支援センターでもメンタルヘルス相談を受け付けています。健康保険組合や保険会社でも相談窓口を設置しているところがありますので、契約しているところに確認してみましょう。従業員が会社を通さず個人的に相談できるところとしては、各自治体の精神保健福祉センターがあります。日本産業カウンセラー協会の働く人の悩みホットラインや寄り添いホットラインでは電話で、命の電話のみんなのインターネット相談ではメール形式で相談ができます。関連情報リンクです。本情報は東京商工会議所ホームページにも掲載していただいています。ご視聴ありがとうございました。